こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、この、ローランドのこのドラムセット、これに、コーチモードっていうのがついてるんですよ。このコーチモードってやつがね。このコーチモードっていうのは何かっていうと、このタイミングをですね、こうスネア叩くじゃん。で、こう、この速いと、この点がこう前に行って、遅いと点がこう後ろに行くという、で、この66点ってやつですが、まあ、これ真面目にやると、みたいな感じでできるんですけど、今度はちょっとだけずっと前に、ずっと前をキープする練習をしたりとか、というふうにずっと後ろにいる練習とか、まあこういった操作をしようと思うとこうできるわけですね。だからこうジャストの位置を、まあ、もちろんこう演奏することもあるし、こうちょっとだけ常に前にいてキープするっていうこととか、ちょっとだけずっと後ろに、キープするっていう感じができるっていうことです。前だけをキープとか後ろだけキープするっていうことができます。で、この時にこうテンポをキープする時にこう相手との距離を練習するのに、今回こういう練習方法でやっていきたいと思います。それでは、どうやって練習をするといいか。こう、まずキープして四分音符の頭がキープできないという人がいたんですね。で、頭がキープできないというのは、こう、いや、早くなったり遅くなったり、帳尻合わせたりする。多分、この、まずその、キープするにはサブディビジョンってよく言うんですけど、この合間に3連符とか6連符とか、いろいろ感じる。要は、タクツクツクタクツクツクタクツクツクタクツクっていう風に感じる。あと、まあ、おすすめはジャズとかやるんであれば、パーンパーンってここ、ここが速くてここが大きいって僕お話をしてるんですけど、パンパンタロロロロロロっていうような感じで、ここのフィールを感じてる。要は1分経ったら手上げてっていうのも、何にも考えないで1分だったらどこが1分か分かんないけど、数字大体数えてたら、あ、大体この辺1分かなって、まあ近いところに行くじゃないですか。で、まあなんかこういう作業してると1分かなみたいな、なんか何もないとしんどいですね。だからタロロ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 ペン、ウッペン、ウッペンみたいな、いろんな裏側の拍のこうグルーブを感じてる、その時のグルーブを感じてると、あんまりこう走ったりもたったりしなくなるというか、でそこのこの裏拍の感じてるのをベースとかと合わせてると、まあたとえ走ったとしてもバンドとしては固まってたりするんですね。で、裏拍を感じるっていうのが、表拍だけ叩いてるとこだけしかビートを感じてないっていうのがよくずれがちなポイントなので、ではなくて、その裏拍の叩いてない、自分が出してないところ、自分が音を出してないところにグルーブを感じるって練習をしなきゃいけないんですよ。で、まあ最近もセミナーでやったんですけど、16分音符のこのメトロノームはもっと細かくやったんですけど、こう16分音符の1個目、2個目、3個目、4個目にメトロノームを持っていく。自分じゃなくてメトロノームがここに聞こえるように持っていくってですね。だから、もう電子ドラマはメトロノームめちゃくちゃついてるからめちゃ簡単なんで、これピッて押すでしょ。そしたら、もう四分音符の表はすぐできるだけじゃないですか。で、これがずれちゃう人は、タクツクツク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 ツクツクこう、高くジャンプしながらやっていく。で、やっぱ裏拍に持っていけるようになると、よりキープできるようになるんですね。なので、この例えば16音符の2個目、メトロノームが2個目に聞こえる。タトン、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 タトン。キープできないとずっとここにメトロノーム入れないじゃないですかっていう感覚で、メトロノームだと合わせにいっちゃうんで、じゃなくて自分、これちょっと難しいんだよね。こっちよりはスタートこれから行こうかな。要はグルーブする場所にメトロノーム持っていく感じで、これが難しい順番で言うと、簡単2番、あと
簡単な順番で言うと1番が簡単、ここ2番、3番、これが一番ちょっと難しいね。ツクツタ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 みたいな感じだ。でこれ最初に、でもどうやって考えても表から下脱できない人が多いんですよ。じゃあどうするかとも強引にこれでいこうかな。16番僕を叩くでしょ。で、最後のこれ、よろしく。最後の4拍目のところの、ここにね、切り替えたいと思うときです。もうしばらくこれずっと繰り返しないと、最後の拍のところに、この、立つつを入れる。立つつはこの手順でいくとひっくり返っちゃうとから、タクツクタクツクタクツク、右左左って入れてあげると、で、そこで、ビートをこうグンと無理やりこう16分シンコペーションしてそこが頭に聞こえる。ちょっと難しいんですけど、ちょっとやってみると、ワン、ツー、スリー、タツクツク、これ2つ目に、っていうふうにやると最後元に戻るわけですね。こうやって、まず最初にいきなりこの2個目に行きにくい人とかはね、こうやって練習したりとか、例えばここも、裏拍に行きたい人は、この、ここを2つにすればいいので、タクツクタクツクタクツクタクタクツクタっていうのを、まあ7拍子やるんですけど、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、うん、うん、あ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 ん、っていうのができるでしょっていう練習です。でこれ今度その音符逆に前にしていきたかったらこれをもたらせなきゃいけないので、今度5つにして、最初はこうやって、ちゃんと細かい音符も全部叩いてね、で16音符叩いてちゃんと左手に、あ、メトロノーム合ってるわ、とてとてとてって聞こえるわ、つくぺつくぺって聞こえるわ、つくつぺつくつぺって聞こえるわ、っていう風にして、メトロノームがなんかもうパーカッション奏者みたいな、もう一人のパーカッション奏者、もう一人のパーカッション奏者がいて、その人と一緒にグルーブしてるみたいな感じ。そうすると演奏中に、あ、なんかこう裏のフィールがずれたなと思ったらヒュッて合わせれる。あ、ちょっとこれぐらいかな、これぐらいかなっていうのを合わせれるようになると思うんですね。なのでこれは、弾いてはやっぱり四分音符のタイト感っていうのを、こういうちょっとだけ前叩くとか、ちょっとだけ後ろ叩くっていうのの、要は操作をしながら僕らはグルーブっていうのを作ってるので、もうちょっと前行こうかな、ちょっと後ろ行こうかなっていうのをやってみって言われたらさっとできるので、だからこうもうちょっとこうなんていうの、トップな感じって言われると突っ込んで叩く。でも全部突っ込んじゃったらダメなので、ハイハットはその位置に残しておくとか、そういうことをしながら僕らその爽快感、要はスピード感を出すためには突っ込む、だけど他のものはしっかり遅らせるみたいなことをやりながらこうやります。そうするとこうやっぱりジャストで叩いて全部縦に合ってるっていうと音楽ちょっとつまんないんですね。なのでどうしてもこう無機質な感じで聞こえる。でも無機質な感じがすごくいい時はそれで使っていいんですけど、無機質な感じじゃなくてちょっとやっぱりこうグルーブ、こういう感じのグルーブを出したかったら、やっぱズレを意図的に作ってるってことなんですね。なのでこうズレを意図的にこれだけちょっと前に出す、これだけちょっと後ろにするっていう感覚をちょっとずつ身につけるためにはこれをやらなきゃ。まずは音楽を縦に揃えるんですよ。縦に揃えたことが前提で、もう揃えるようになったら今度はその気持ちいいこうシフトをいっぱいしていくっていうのが僕らの考え方ではあります。数字でやってるっていうよりかは、まあ最初は数字でやらないとずらせれないんで、数字ですごくやって最終的にはこのズレの気持ちよさを体が覚えるって感覚ですねっていうやつで、まず分かりやすく16分音符やって、もっと細かくやったりします。6連符にしたりとかしてやったりすると、よりよりこうなんていうのかな、もうちょっと前とかもうちょっとこういう風かなみたいなグルーヴ感を出せるようになってくると思うし、この拍の合間のフィールを感じれるようになってくるので、そうするとリズムがすごくタイトになって安定してくると思います。グルーヴさせるためにもリズムをタイトさせるためにもすごくいい練習、電子ドラムでできる練習なので、ぜひやってみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。